クラス走らせてもらってるんですけど、まあ、プロクラスっていうと結構モトクロスの IA ライダーだったりロードの IA ライダーだったりが多いんですけども、まあ僕はですけど、まあ、免許取ってですねちょっと峠とかで、まあまあ、走ったり、まあ、ツーリングメインをやってたんですけど、まあ、そこからちょっと一瞬ミニバイクをかじってから、まあ、本格的にモタード2008年ぐらいからですね初めて、まあ、そこから、まあ、着々と一つずつランキング取って、まあ、昇格して今年3年前からちょっとプロクラスに参戦しておりますので、まあ、まあ一般ライダーの方の、まあ、気持ちも分かるかなと思います。まあ、ライディングスクールとも行ってますんで、まあ、そちらに参加していただいて、まあまあ、僕だから分かる、まあ、その一つ一つステップアップしてきてるんで、まあ、アドバイスできるかなと思います。まあ、また、まあ、一般代表ライダーとしてですね、まあ、皆さんにぜひ応援してもらいたいなと思いますんで、まあ、頑張りますんでよろしくお願いします。まあ、シリーズランキングを軽視するわけではないですけど、その一戦一戦大事にして、まあ、優勝を目指して頑張りたいと思います。まあ、ちょっとの転倒を恐れずですね頑張って優勝だけをに走っていても、まあ、アタックして優勝を狙っていきたいと思います。まあ、それは、まあ、KT も今日乗ってみてその戦闘力が十分に発揮できると思いますので頑張りたいと思います。今年でモタード始めて10年目なんですが、ちょっとスタイルを変えてみようかなと思いまして、というのもロードライダー結構速いロードライダーとかが参戦してくるようになって、この弾幕レベルが今のままではちょっと勝負にならないなみたいな、自分の思いで今までのスタイルよりはちょっとロード寄りな、乗り方を突き詰めていきたいなみたいな感じのことをオフシーズンで思って、と言ってもつい最近練習し始めたばっかりなんですけど、それで勝ちを意識するというよりは自分の走りを突き詰めたいななんてことを思いながら今シーズンは走ろうかなと思ってます。多分それができた時にはおのずと結果もついてくるんじゃないかなと